3番手の内側あたりで少し詰まるような形になっています。9番の小橋もちょっと詰まった形になって、2番の岡部は切り替えました。5番手に行く形になった2番の岡部です。さあ6番の清水がペースを落として後ろの様子を見ている。4コーナーからホームストレッチ、まもなく残りが1周、徐々にピッチを上げていきます6番の清水です。2番手は1番の三宅、3番手には8番の志原が続いて、この後ろには5番の深沢、5番手にいるのが2番の岡部です。バックストレッチに入っていく縦1列、6番の清水が逃げていきます。まくってくる3番の山田のまくりが4番手から3番手あたりに迫ってくる。さあそれを見ている1番の三宅、4コーナーが直線、清水が先頭、2番手から1番の三宅、外からは8番の志原、1番の三宅が抜け出しました。2着は8